以前芸術工房のいいことスイッチ、いいことスイッチ、イエーイ。サクサです。バイバイだよ。ブタです。サクヨンです。ブタです。タカです。ヨタです。はい、今日の動画は、今日の動画はですね、前々声優志望ということなんでね、まあ声優さんといえばなんかモノマネが上手い印象なんですよ。ありますね。前々がですけども、この中の誰かのモノマネをですねやっていきます。うわ、それが一体誰なのかっていうのをですね、みんなで当てていこうじゃないかというゲームでございます。イエーイ、面白そう。できそう。当然竹下、山下も入れてですね、正解率が一番高かった人が勝利ということで、まあ、3問ぐらいやっていきましょう。でも簡単なとこから。簡単なとこ。簡単な人がおんの。第1問。あ、はい、そうですよね。はい、はい、あ、そうですよね。はい。え、え、え、あ、じゃあ、行きましょう。え、さあ、このカメラの皆さんですね、ぜひ当ててみてください。それでは行きましょう。みんなで行くよ、思う人の名前行きましょう。せーの、山下くん。じゃあ山下くんだと思う人。はい、サクさんだって言った人。そう、自分でしょ。さやぴょんって言われた。確かにぽい。正解はさやぴょんです。声のトーンとかで決めた。え、もう受けて、受けて、受けて。うん、はい、そうですよ。はい、言い方が確かに一瞬。じゃあ、サヤピョン、じゃあ今のやつやってください。じゃあ、サヤピョン。いや、はい。似てる。なるほどね。え、面白い。じゃあ、もう一問お願いします。2問目。なるほど。いきます。第2問。あ、わかりました。はい、わかりました。はい。はい。一緒やん。一緒。じゃあ行きますよ。さあ、みんなで名前行きましょう。せーの、山下さん。正解は山下さんです。じゃあ山下さん、じゃあもう一回、もう一回。あ、わかりました。はい、わかりました。じゃあ山下君お願いします。あ、わかりました。確かに。そうそう、セイビオンとね、やっぱちょっと違いをつけたんですよ。セイビオンは違う気がする。今山下君って言った人。ってことは、くるみちゃんとさやぴょんは一応2問とも正解してるんですか。1問です。1問です。みんな1問です。あ、僕も1問。おお。じゃあ次か、次当てた人が勝利ですね。よっしゃ、こいや、よっしゃ、こいや。めっちゃサクサみたいな。もうサクラやん、もうそれ。もうそれサクラやん。はい、行きます。えっていうさ、第3問。うーん、はい。え、え、負けずな。第3問。うーん、はい。あ、え、あ、まあ、そうやろな。じゃあ行きましょう、最後は。いっせーので、サクさん。え、くーちゃん。むーちゃん。僕はサクさん。くーちゃん。くーちゃん。くーちゃん。嘘。正解はむーちゃんでーす。いつもやるぜ。どんどん、じゃあもう一回、もう一回。うーん、いつになんの。いつ、いつよ。サクさんがむーちゃんにこうやってる時じゃない。え、時。こんなん今は動画やからやらさせてくれたけど、いつもはもっと嫌な人。あ、この動きがあれば分かった。分かったかもしれんけど、そうそうそう、この時のね、これ。難しい。難しい。全然当たってない。じゃあ、当たったらもうサクさん。じゃあサクさんにはですね、はい、罰ゲームで、じゃあ耳たぶくすぐりの刑でお願いします。耳たぶくすぐりの刑。じゃあ、もうすでにくすぐって。よーい、ドン。何？触りなんだ。2個の
感じ。いつまで膝の上に乗ってるの？え、なんそのさ、終わった時にイエーイとかさ、ない？どうか。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。概要欄からぜひチャンネル登録してください。